どうも、こんばんは、アイナムです。今回は東京グールリ・インボーク、年末年始キャンペーンリ・インボーク VS フェスキャラクター第2弾、今回は重蔵と戦っていきたいと思います。フレンドに、いたずらなクリスマス窓明がいたので早速連れていきたいと思います。これは、前衛だったかな、敵前衛にアタック200のダメージ当てて、攻撃と防御 50% ずつダウンだったような気がする。覚えてない。おっと、おっとなってる、危ない。やべえ、ちょっと待ってくれ。おい、攻撃つきすぎだろ、お前これ。最初1万削るの必須だろ、これ。やべえな。ブレイカー、いけんのかな、これ。とりあえず、こうやって、全然いけそう。どうかな、どうかな。よいしょ、これって、その削れやすくして、で、アモンで溜めて、これスキル使わなくてもいけるよね。あ、いけそうだな。あ、柔らかいぞ、あいつ結構。めっちゃガチガチに硬いのかと思ったら。これで1万削ったか。俺のアモンはね、あ、オールアップ、あいつあれじゃねえか、アタックで固めてるから、やべえんだわ。あ、一瞬でブレイクされちゃう。相手の攻撃力下げたいね、これ。下げたいけど、アモンのスキルも打ちたい。でも、まあ、50% ついてるからな、あれ。50% カットがついてるんで、どうしようかな、これ。窓、アキラのスキル貯めたいし、微妙、アキラのスキル貯めるか。で、これでアキラのスキル貯めて、スキル打とうか。ね、スキルの演出切ってっからね、まあ、今日ぐらいは、スキルの演出をオンにしてもいいんじゃないかと。なんだっけ、カットシーンスキップだっけ、これだっけ、多分これだよね。これだったはず。よし、行くぞ。わわわわわ、あ、ブレイクダウンの攻撃力ダウンか。なるほどね。次、あれだな、アモン貯めて、スキブ使って行こう。いいぞ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 、これいいな。あ、これ重蔵にさ、アキラ連れてきて、これ正解だな。お前ブレイクも下がってくる、ブレイクも下がってると言いつつ1万6000ずつ食らう。1600だったっけ今。1万6000は食らいすぎか。そしてこれっしょ、あ、多分2ターンぐらい下がってるよね。あれ、こっちもやり返してやるよ。おら3万、ってことはやっぱあいつも1万6000ぐらい入ってるのか。でこれでアモン出してきて、これ打たないと次多分アモン解除されちゃうから、いくぞ。ザン、160万ぐらいか。あら、吹っ飛んじゃった。160万ぐらい吹っ飛んじゃうな。我々は正義だ。はい、ということで今回は、VS フェスキャラクター第2弾の重蔵でしたね。まあ、クリスマスアキラ、すごい適正なんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ強かったですね。はい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。